プレイヤーの確認をします。六警官学園 2-B 高藤圭介。同じく 2-B 安藤美也子。ホカリカナエ。同じく 2-B 真中ネム。 2-A 白夜凛音。 1-D 牧場理香。いや、何？やだ、理香怖いよ。牧場さん、怖がらなくても大丈夫よ。英語教諭青井夏樹。以上7名を1グループとしてゲームを開始します。真中ネム、クラスメイト。西洋の血が入っていると噂されるような整った日本人離れした顔立ち、完璧なプロポーション。他人とつるまず、こびず、群れず、誰からも遠巻きに見つめられていた高嶺の花。まさにその言葉がふさわしい。こんなところで何をしているのかしら。興奮するんだ。こんな恐ろしいゲームに狂犬が混じってるなんてね。それは内緒にしておいてあげる。だから私の言うことを聞いて。そうね。さ、それじゃあ一つ目。真中さん、俺は。ネムって呼んで。よ。ネム。それじゃあ改めて一つ目。私とキスをしなさい。ここでか。キスは初めて。あ。私もよ。あなたから知って。かなえ。あら。あの、その、私。かなえ、これは。そういうことだから。かなえ。ねえ、ケイちゃん、これ見て。ようこそメインルームへ。現状の確認をします。プレイヤー総数6、鍵穴5、会場者1。フェイズ待機。開放条件は、会場者が鍵を用い、各条件に従い鍵穴をこじ開ける。会場者が解錠したと判定されるごとに、出口に至る防御扉が1枚ずつ開かれていきます。扉は全部で5つです。それではゲームを開始します。10秒以内にライトが点滅した扉の前に集まってください。床に書かれた線に沿って並んでください。10 9 8。従うしかないわ。みんな扉の前に集まって。線ってこの溝かしらね。3 2 1 0。確認します。悪趣味ね。
認しました。会場者は10歩前に進み振り返ってください。鍵穴を設定します。鍵穴、それは一列に並んだみんなのことなんだ。鍵穴の設定は会場者によって行われます。鍵穴の設定には30秒与えられます。会場者は決められた時間以内に鍵穴を一つ選択してください。時間までに鍵穴が設定そのものを拒否した場合、ゲーム自体が終了します。なお、選択された鍵穴が拒否した場合も同様です。ゲーム終了って、みんな死んでおしまいってことでしょ？静かに。説明は以上です。ターン1、設定フェーズ。すべてのプレイヤーは沈黙を保ちます。選ばなくては、みんな死ぬ。選ぶしかない。マナカネム。鍵穴設定、マナカネム。会場者と鍵穴は該当の部屋に移動してください。扉が開きます。ロック解除。カウントダウン開始。フィジカルとメンタル、どうやって測るんだ？この首輪から。読み取りを開始します。読み取りを完了しました。会場者に鍵を提供します。個室にいる全員に会場条件を提示します。会場者は箱を開いてください。なお、個室の状況はメインルームのモニターにリアルタイムで放送されます。また、会場後の映像及び音声は放送されません。見て、あれが会場条件なのね。会場者と鍵穴の状況は常時モニタリングされます。会場条件を遵守してください。ごまかしは効かないのね。それが鍵？ああ。それを使って私を犯すのね。ネムの喘ぎ声を聞きながら、俺は二つ目のお願いを言うわ。え？これから先もずっと私を選んでほしいの。先輩、ゲームはクリアしたんですよね？やめなさい。え？
き穴を確認しました。1ターンが終了しました。これよりインターバルに入ります。インターバルの終了と同時に次のターンに入ります。みんな疲れたでしょ。このインターバルの間にできるだけ休んだ方がいいわね。それより状況の確認をすべき。あら、確認するまでもないと思うけど。ルールはあの声が説明したのだし、それに従っていけば問題はないでしょ。そこに異論はない。でも自分たちでこの状況を整理することが無駄であるとも思えない。リカはやだよ。こんなのどうにかして逃げられないの？逃げたいって思うだけで死んじゃったりして。うん、マナカさん、そういうの冗談でもやめてください。あらあら、保護者さんに怒られちゃったわね。みんな喧嘩をしないで、疲れているから気が立っているのよ。少し休みましょう。すみません、私はここを調べたいので。どこかに座れる場所があればいいのだけど。はあ、お腹すいた。マナカさんと付き合ってるの？え？そのキスしてたでしょ。あれは、あのね、いいんだよ、私を選んでも。マナカさんだけに負担かけられないし、その私はケイちゃんなら。カナエ、会場者は前に出てください。ターン2、鍵穴を設定してください。30 29 28 27 26 25 24 23 22 20、あとは選ぶだけだ。19 18、ずっと私を選んでほしいの。俺はアンパイを選び、1ターン目と同じネムにするか、それともあえてネムの願い事に逆らうか。どっちにしても、いや、落ち着け。どうする？誰にする？誰を選ぶ？ホカリカナエ。会場者と鍵穴は該当の部屋に移動してください。カウントダウン開始。10 9 8 7 6 5 4 3。会場者と鍵穴の入室を確認しました。あの一列に並んだ女たちから俺はカナエを選んだ。自分の意思で。私を選んでくれて嬉しかった。優しくしなくていいから。一緒にここから出ようね。これが会場条件。ついに来た。こんな状況でカナエの処女を奪うのか。いや、覚悟を決めろ。こういう事態を想定した上で俺はカナエを選んだんだ。怯えているのか。俺は違う。俺は飛んでいく。俺とカナエの関係、現実から乖離していく。悪夢のようなこの白い部屋が俺たちの日常になっていく。ひどく凶暴な気持ちになっていく。あまりカナエのそばにいたくないんだ。これで2回目。あと3回、全部彼女を選ぶつもり？お前に関わっていたくない。消えてくれ。いや、だと言ったら
何をされても文句は言わせない。落ちていく人間を見るのが好き。たまらないわ。観察者気取りか、当事者にならないとでも思ってるのか。ええ、だってあなたには本当に欲しい女がいるでしょ。うるさい、黙れ。苦痛にまみれた悲鳴を上げさせて。黙れ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 、うるさい、黙れ。オルにふさわしい細く白い首なら、汚すにふさわしい綺麗な髪なら、潰すにふさわしい美しい眼球なら、今この目の前にある。やめて、ケイちゃん、ダメだよ、ダメ。せっかくいいところで邪魔が入ったわね。聞いたことがない？死ぬのって最高のエクスタシーだって。もうやめて、ケイちゃんをこれ以上苦しめないで。ゲームの鍵穴に選ばれただけで女房気取り？私はケイちゃんの幼馴染です。あなたよりもずっとケイちゃんのことは分かってます。犯されているだけの肉便器のくせに。それでも構わない、私はケイちゃんが好きだから。驚いた、可愛い顔して肉奴隷希望なわけ？幼馴染かなんか知らないけど、私はあなたの知らない彼を知ってるの。嘘。ネム、やめろ。私の方が彼を理解している。やめろ、それ以上もうやめろ。大丈夫だよ、ケイちゃん。私は何を言われても平気だから。カナエ。ね。カナエが俺の頬を撫でる。優しく、優しく。俺の狂気を誘うように。鍵穴を設定してください。ホカリカナエ。鍵穴設定、ホカリカナエ。俺の指名にカナエが笑う。ホカリカナエ、ホカリカナエ。会場者と鍵穴の入室を確認しました。もうあんなこと言わないでくれ。あんなことって？ネムに言ったろ、どうされても構わないって。ああ、あのこと。私どうしても嫌なの。マナカさんにケイちゃんを取られるのだけはどうしても嫌。マナカさんにケイちゃんを奪われたくない。私の方がずっとケイちゃんを好き。私の方がずっとケイちゃんを知っているもの。そうだよね、カナエ。私何でもできるわ。だからケイちゃん、これで終わりだ。これで俺たちは外に出られる。大丈夫だよ、大丈夫だよ。行こっか。ああ、最後の扉がようやく開く。俺とカナエとの新しい世界が始まるんだ。白いの出して。もう行ったの？かわいそうなケイちゃん。でも大丈夫、私がいるから。私は決してあなたを見捨てたりしない。安心して、あなたの最愛の人も。ずっと一緒よ。ユーフォリア、白夜輪廻、輪廻転生編。30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20。選ばなくては。ケイちゃん、もうやだよ、誰か
あら、モニターが起動しただけでしょ？怖がることはないわ。リカさん。ありがとう。どうせ死ぬときは死ぬんだから、ね。そんな顔されるともっといろいろ言いたくなるわ。もうそのくらいにしたら。あら、あなた。リンネ、白夜リンネ。こういう子見てると、ついいたずらしたくなるの。わからない？理解できないし、したくもない。あら、どうして？弱者に対して、強者は寛容であるべきだから。隣のクラスだったっけ？そんな名前だったんだ。鍵穴の設定をします。鍵穴。それはみんなのことなんだ。選ばなくては、みんな死ぬ。どうする？誰を選ぶ？ネム、カナエ、マキバ、夏希先生、そして、どうしてそんな冷静でいられる？一歩間違えば死ぬ。こんな異常な状況で、何も感じてないのか？自分が侵されるかもしれないのに。それとも、まさか自分は選ばれないとでも。そうだ。俺は見たい。その人形のような顔が、恐怖と痛みに歪むのを。8、7、6、5、4、3、2。白夜リンネ。会場者と鍵穴の入室を確認しました。もっと怖がってもいいんじゃないか。これからお前は侵されるんだぞ。ほとんど初対面の男に。俺は白夜さんを侵したい。私はこのゲームを試練だと思ってる。ならば粛々と受け入れるだけ。だからありがとうと言ったの。そうか。あなたは心に獣を住まわせているのね。許してくれるか。これまでのことも、そしてこれからのことも。もちろん。あなたの中に住んでいる獣はあなたの良心を苦しめるでしょう。でも忘れないで。あなたの獣が私に与える痛みすべてが私にとって大切なものだと知って。大したことない。床に仕掛けはなかった。ずっと探していたのか。あの記憶が確かなら外に出られるかもしれない。外か。ボーナスゲームをクリアした場合、ビップルームの使用が許可されます。え、あの部屋を？参加資格者は会場者と鍵穴、白夜リンネ。参加します。これがチンカスっていうのね。全部。あ、白夜さんとケイちゃんで使って。そうね。頑張ったのは二人なのだし。落ち着かないな。私も。この食事とかあの箱もどうやって運ばれてるんだろうな。私たちが知らない間に、外部から。なら、出る場所があるはずだ。見て。私は見ていた。目の前で食器は消えた。これを使って、俺たちの意識のスイッチを切れば、その間は何でもできるんだ。私たちは、このゲームの主催者に操作されている。ゲームは残り1回。ここまで来たら、最後までクリアする方が確実じゃないか？そうね。でも私は最後まで探したい。そう言うと思った。ここが白夜さんのいた施設だと分かったら、何をするつもりなんだ？確かめたいことがあるのは、外。外。そこに白夜さんの過去にまつわる何かがあるんだろうか？私、秘密ばかりね。まったくだ。最初は私たち、お互い誰でもよかったんだと思う。でも途中から、お互いである意味を求めた、新しい関係を築きたいと思ったの。あなたとなら、できるかもしれないと。
白夜さん。あなたが私のことをただの肉の穴としてではなく。当たり前だ。俺は白夜さんのことを。俺は白夜さんのことをもっと知りたいよ。何がす。あなたがあの時違う選択をしていたらどう。24 25 23 22 21 22 19。選ばなくてはみんな死ぬ。17 16 15 14 13 12 11 12 19 8 7 6 5 4 3 2 1。巻き場リカ。え、あれリカなの。先輩だからって、リカ、リカ初めてなのに。5 4 3 2 1。青い夏樹。大丈夫よ。あの子たちにこれ以上やらせるわけにはいかないもの。これは先生の役目だわ。それに、あなたも被害者だわ。そうでしょ、高藤くん。はい。ユーフォリア、マキバリカ、葵夏樹、よみがえる地獄絵図編。それがどういうことを意味するか、マキバは分かっていないんだ。自分以外が犯されても構わないと。いや、いや、助けてよ。こんな状況になってもまだ助けてもらえると思っているのか。よかったわね、願望が叶って。あなたはずっとあんな風にしたかったのでしょう。そしてもっともっとひどくしたいと思ってる。だったらどうなんだ。このままゲームが進めばもっと面白いものが見られそうね。楽しかった。楽しかったわよね。私もとっても楽しかったわ。だから黙っておいてあげる。その代わり、お前の言いなりにはならない。俺は俺の意思で次の人間を選ぶ。ふん。ターン2、設定フェーズに入ります。会場者は30秒以内に鍵穴を一つ選択してください。30 29 28 27 26 25。俺は俺の意思で両軸する相手を選ぶんだ。21 20 19 18。このゲームを終わらせるために。15 14。どうする。誰を選ぶ。12 11 10 9。
ここから地下に抜け道が通じている。ここから出られるの？早く行こう。そうね、もうあまり時間がないわ。私はここに残る。昔、私はここにいたことがある気がする。過去を取り戻して本当の自分を確かめたい。私が引きつけるから、その隙に逃げて。カナエ、待て、バカなことを。彼女は大丈夫、行きましょう。これが出口か。無理よ、逃げ切れない。このまま捕まって全員ゲームオーバーなんて冗談じゃないわ。今からでも引き返すべきよ。動くな、全員拘束する。邪魔はさせない。やはりあなた主催者側の人間だったのね。先生、一体。匿名を受けてからずっと調べてたの。この首輪をコントロールしているのもあなたね。バカなこと。私たちの意識を途切れさせようとしても無駄よ。これあなたの脳波ね、マナカネムさん。一体どこからの手回しなのか、車や飛行機が次々と用意され、気がついた時には俺たちはここにいた。ホカリさんと白夜さんも無事保護されたわ。ま、後始末が終わるまではのんびりしましょ。ネムはどうなったんですか？君ならそう言うと思った。結局先生は、はぐらかすばかりで、それ以上教えてくれない。自分が何者であるのかも。ん？ここは？さあ、地下の出口から一番近かったんだけど。何かの倉庫みたいね。他に隠れるところもなかったから。そうか。俺は。ケンスケ！運んでくれたのか、みんなで。ええ。容体が安定したところで外を見に行ったんだけど、誰も戻ってないの。追っては来てないみたいだけど。あのゲームの主催者が私たちの逃亡を放っておくとは思えないわね。ああ、みんなを探さないとな。まったく、大変だったわよ。私だって殴られた後だってのに。当の本人はのんきに一週間も眠ってたんだから。私一人になってから、今日で3日くらいね。まずいな、それは。念のため、もう一度消毒しておくわ。傷は塞がったと思うけど。すまない。ケス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 ケ。一人で看病してくれたんだろう。なぜ困るんだ。それは。あっ！私と、マナカさんの、どちらかを殺すの。なんだそれ！そんなことできるわけないだろう！マナカさんを殺せば、この学園とケイちゃんは解放してあげる。私を殺せば学園は解放されるし、二人とも助かるんだよ。どっちがお得かな？カナエを殺すなんて、そんなことするくらいなら死んだ方がマシだ！ケイちゃんならそう言うと思った。でもそれじゃあ何も変わらないよ。学園はこのままだし、マナカさんは男子たちの慰み者になって死んでいくだけ。ホカリさん、こんな選択、ケスケには。ケイちゃんだけだよ、選べるのは。
選べない。俺にはネムも大事な幼馴染も。そう、じゃあいいこと教えてあげる。あなたが知ってるホカリカナイの記憶。嘘なの？あなただけを好きな可愛くていい幼馴染だったでしょ。ま、演じてただけだけどね。ケイスケ、もう一度聞くよ。ケイちゃん、私？マナカさん？どっちを殺すの？どういうことなんだ、カナエが。なんで全校生徒にはほど遠いけど、それでも20〜30人はいそうね。強行突破できる状況じゃない。それに逃げられないわ、この首輪がある限り。クソ。ケイスケ、ホカリさんが憎い？わからない。じゃあ私は？ケイスケが私を殺せば学園は解放される。ケイスケも助かる。少なくともケイスケの望んだ日常に近づくわ。だからってどうしてそんなに悩むの？あなたは。答えは簡単じゃない。だったら。だったらなんで。あんな顔を。それだけ元気ならちゃんとした判断できるよね。ケイちゃんの決断が遅れるたびに一人ずつ殺していっちゃうからね。やめろ。ホカリさん、みんなは関係ないわ。ケイちゃんがちゃんと選べば済むことよ。じゃあ私とマナカさん、どっちを殺す？ケイスケ選べないんだね。残念。じゃあ一人目。じゃあもう一度聞くよ。どっちを殺す？やめろ。もうそれじゃ答えにならないでしょ。はい、もう一度。お前は本当にあのカナエなのか？やめろ。今日はこんなところにしときましょう。明日はちゃんと選んでよね。ケイちゃんの歩く地獄の道連れ。なんでこんなことに。まさか捕まっていたなんて。私たちをおびき寄せてから利用するつもりだったんでしょうね。先生も生きてたのに、何のためにあの地下ゲームから生き残ったんだ。俺が殺したんだ。あれ、なんか俺、君のこと前から。ああ、いや、これは別にナンパとかじゃ。ネム。ケイちゃん。決心つかないか。仕方ないな。マナカさんにも頑張ってもらおうかな。巻き込んでしまったのはきっと私。なんで殺さなかったのよ！起きたのね、リンネ。今までどこへ行ってたんだ？それにネムも。マナカさんは救助を呼びに行くと、そのまま彼女は帰ってこないから探しに行っていた。カナエは？私が戻ってきた時、ホカリさんはいなかった。カナエが俺を置いて。まだ痛む？あの記憶は一体。ユーフォリア、目指す楽園は神聖なる儀式の先に。救世主の母は白夜凛ね。変。なんてこと。一体何が。助けて。ああ、いいわその顔。
あなたの希望を私の手で打ち砕くこの瞬間をずっと待っていたのよ。ネム、まさか。そうよ、全部私が仕組んだ。あの地下でのゲームも。そんなバカな。どう？ゲームの犯人が私だって分かって憎い？許せない？ふざけるな。何がゲームだ。人が死んでるんだぞ。そしてその瀕死の女たちにあなたは欲情した。違う？だから好きよ、あなたって。あなたが求めていた日常はもうどこにもないのよ。彼らを導く義務が。おい、私の本当の望み、私は、私なれるかもしれない。なれるかもしれない。あなたと一緒に。なんだこれは。あった、本当に楽園の扉。楽園の？リンネはこれがここにあることを選ばれたのよ。私とあなたは選ばれたの。この先にあるのは楽園、そして私とあなたは楽園の最初の二人に、アダムとイブになれるのよ。私は救世主として認められた。私が選ばれた人間を、彼らを楽園へと導くことができたの。今こそ言います、私の本当の望みは。これは何かの施設か。最近放棄されたみたいだけど。そんな、私は認められたはずなかったというの。楽園は、まさか。そうや、また希望は、私が救世主になれなくても。